ヘルムブレヒツは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区の防府軍に属するし、アウトバーン A 級に近く、クルムバッハと防府市とのほぼ中間に位置する、フランケンバルトの入り口の門と評される、ビュステンゼルビッツ区のマルティンルター協会ヘルムブレヒツが、初めて文献に記録されたのは1232年。この東フランケン地方のラーデンツが、 入植させたのはダイエタリカスでヘルムブレックッツという騎士であった。1422年にヘルムブレヒツはニュルンベルク城白フリードリヒ5世から都市権を与えられた。1810年にこの町はバイエルン王国の所属となった。それまで1806年から1810年はナポレオンの統治下に置かれ、さらにそれ以前は長年プロイセン王国領であった。 1972年の市町村再編で多くの市町村が合併した。その結果、ヘルムブレヒツはミュンヒベルク、レーハウに次いで、法府軍で3番目に大きな市となっている。ヘルムブレヒツ外国人強制収容者は1944年8月に女性囚人のための木製バラックの施設から運用が開始された。後には1000人近い囚人が 繊維会社のホールにまで詰め込まれ、ケーブル製造や、金属加工の強制労働に従事させられた。1945年4月13日撤収時の、更新では1175人の囚人がおり、ハイデから、マヤーホーフ、アホルンベルクを経由して、シュバルゼンバッハアンデアザールまで、さらには、フランツェンスバート、マリエンバート、プラン、タウスを経由して、ボヘミアのバレルンまで更新した。 200人以上の女性が疲労消耗してあるいは殺害されて亡くなった。本市は公式には40の地区からなる。このうち孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ヘルムブレヒツの紋章の図柄、左側は銀と黒で4分割された一末模様。右側は銀時に金の爪とくちばしを持つ赤い足。ヘルムブレヒツは繊維産業。 プラスチック加工産業の中心地である。この地の繊維産業は長い伝統を誇っている。中世にはすでにここで甘瀬あるいはフスティアン織の織物が製造されていった。これは痩せた土地柄のため十分な農作物が収穫できないため農民たちが復収入を得るために始めたものである。こうしたことからヘルムブレヒツはしばしば世界の洋服ダンスと呼ばれる。 多くのヘルムブレヒツの地元企業の中でも主なものは、以下の通り、レクリエーション施設とスポーツ施設人工派設備のある屋内プールと監視員のいる屋外プールの近くに小さな特別飛行場とファンパルクがある。下記のたくさんの標識がある遊歩道や自転車道には、豊富やクルムバッハ近郊から保養を目的に多くの人が訪れる。ありがとうございます。